浦迫です。浦迫です。今11時57分なんですけど、12時になったら綾人の誕生日です。でちょっと本当は今日一緒に火を越すはずじゃなかったんですけど、ちょっと会議とか長引いて今事務所にいるんで、急遽ちょっと準備をしてサプライズ仕掛けたいと思います。で俺このまま部屋入るから、12時になったらもう思って入ってきて、ちょっとケーキを、はい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 、ちょっとじゃあもう中入るね俺、はい、これインカメからどうしたらいいんだっけ、ちょっとバッタバタだけど、はい、じゃあ、はい、ケーキとプレゼント、はい、全部入ります。値段指定数の大社長ですもんね。僕今ね、なんかその YouTube の企画で買ってしまってるんですよ。ちょっと前に買ってしまったもので、僕のあの計測器がほぼ底をついたので、基本的には無理です。いや、2個目の計測器がないんです。ちょっとすいません。一旦すいません。一旦すいません。すいません。何やねん。すいません。あいとくん、ハッピーバースデー。マジでハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアアヤト、ハッピーバースデートゥーユー。ハモった。アヤト30歳の誕生日おめでとう。うわ、12時だ。あー、すごい。よし、これえ花消してな。マジっすか。えもうちゃんとやっぱりもう30歳やろ、はい、記念やからこれもき、はい、もうそれ食べれないし、もう今本当に飛沫があった吹き方でしたよ。ごめんなさい、つけてつけて、もう食べれないこれ。ごめんなさい、まあ、花粉症の季節がねちょっとね、しゃあないしゃあない、ごめんなさい、ごめんなさい、今のしゃあないです、しゃあないです、ごめんなさい、もう一回もう一回いや、じゃあ、ケツのだけやらせてあげましょうか。そうそうそう、そう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 。もう、俺を引いよう。はい。ここもう食べられへんから。完全に打ち合わせなかったやりとりじゃないですか、今。もう、ぐだぐだなってるから。うん、ちょっと俺これもう。あれ、とりあえず早くつけてあげて。早く。俺食うから。全部俺食うから。すげえ。嬉しい。よしよしよし。あ、もうつけよう。ハッピーバースデー、ディア・アヤト。ハッピーバースデー、トゥーユー。いやー、お前が消すんかい。ハモりながら消すな。ありがとうございます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 。プレゼントやるぞ。うわ、すごい。じゃあ、なんだこれは。きっと喜んでくれると思います。3人で選びましたんで。ほんますか？え、ほんまに？ぜひ開けてみてください。え？いいんですか。すごいよこの人、さっきからこの人、さっきからすごいよ。はいはい。おー、ちょっと待って、ほらほら、やばい、箱がもうやばい、このマーク見ろ、やばい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 、見ろこれ、めちゃめちゃいい箱やろ、俺。これやプレゼントは、これ何でも入れれそうっすね、これめっちゃいいやろこの箱。ありがとうございます。じゃあいい箱。ポケモンの違うわ、ほう。すごい。じゃあ、けど。あ、めっちゃ白い紙。この白。真っ白な紙。この紙。何でも続ける。嬉しい。うっすら透かし彫りのアディダス。すごい。うわー、すごい。おしゃれ。これ、だいぶな高等技術っすよ。当たり前よ、このままプレミアムの紙や。違う、中身や。うわ、いいっすか。うわー、かわいい。やば、え、何すか。え、かわいい。え、かわいい。えぐこれ。ピカチュウ、ピカチュウ、ピカチュウ、ピカチュウ。どこ？あ、中にピカチュウあるわ、ほら。そうなんですよ、そうなんですよ。ピカー。ピカー。怖い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 。怖い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 。うわ、え？めっちゃ嬉しい。これかわいいな、マジで。え、これ、こう乗ってるんですね。ポケモンコラボで。アディダスの。ピカチュウ好きだなと思って。ほんまに嬉しい、これ。よかったな。選んでくれたんですか、みんなで。そうです。前はもう全員で選んだ。
これ選んでねえなこの人。じゃあちょっと本当のことを言うと、はい、今日あの一緒にまさか迎えると思ってなかったんですよ。でちょっと別日でちょっと考えてたの。はい、え、そうなんですか。でこれは俺と亮からのプレゼントで、はいはい、宮迫さんから宮迫さんでちゃんとちょっと別日で一緒にちょっとサプライズでやってそれをサブチャンであげようと思ったんだけど、まあちょっと今日会議が長引いて一緒にいることになったので、ちょっとじゃあ、いや勝手になんですんの、俺普通に電気消えてほんまに聞いてるでもさすがね、さすがの順応力ですわ宮迫さん、何も言ってなかったのに。違うやん、俺明日休みやから買いに行こうと思って。そうそう。そうなんです。そうなんです。後日やろうと思ってるのに。はい。なんでお前ら兄弟で勝手にやってるの。これはもうほんまにルール違反やん。じゃあでも、じゃリアルタイムで祝ってあげたいなっていうのがどうしてもちょっとあって。え？女子高生か、僕。いや、本当に祝ってあげなくて。怖い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 ぞ。お前ちょっとやめてほしいわ、俺ちゃん、うわ、腹立つ。で、ほんとね、ちゃんとね、3人で別日でやろうって言ってたの。宮迫さんと話をしてて。なんかちょっと俺、すごい恥かいた感じするわ。なんか俺全然何も考えてなかったみたいな思われて嫌やわ。発揮しよう。全然協力してくんなくてさ、宮迫さんが。ふざけんなよ、お前。そうなんですよ。ちょっと、でもあの、火消すっていうボケやらせてもらったから、ちょっと、テンションは、足りてます。テンション別カットで宮迫さんからのプレゼントはちょっと取りましょう。いや、でもね、あと統計あのアプローチ し、はい、してるから、はい、といやまあまあ統計を上げるっていう習慣があるからこれあるから統計じゃないかなと思って今悩んでんねんまだ。いやでも僕のことを考えてくれてるだけでも嬉しいっすわ僕は。今これ急遽言ってるだけなんで本当はね全然お前ぶち殺しちゃったカニ、おめでとう。あカニ。それは違う。社長さんからいただいたやつを横流ししない。これ本当にカニですか？これほんまにカニ。いや、それ言ってたの。なんで社長が嘘のカニくれるの？社長の前で、これ本当にカニですか？お前や。カニですって言ってくれてんのに。ちょっとね、はい、いや、あもうでも、ほんまに欲しいもんの方がええから、はい、ま。時計はちゃうやろ、多分。いや、でも全然つけますから、ほんとに。でも時計は、なんか、あやとはこっちつけといてほしい。ああ、なるほど。なんか、タイプ的にな。そうですね。スマートウォッチが合うかも。まあ、靴はもらって。いただきました。カバンか。おぉ。おぉ。どういうタイプのカバンが好きか、ちょっと、はっきり言うとほしい。今、はっきり今ほら、こういうリックを。いや、蹴るな、蹴るな、蹴るな。雑に蹴ったな、今。いや、このブランド好きやで。いや、誕生日にする仕打ちじゃない。いや、好きやでっていう。ああ、でもそうですね。好きですよね。このブランド、フランスのブランド。はい、おぉ、そうです、そうです。これは知ってます。うわぁ、嬉しい。でもリュックじゃないカバンかじゃ。はい、はい。トートバッグ的なやつ。ああ、でも嬉しいかもですね。もう僕これしか持ってないんで。まあ、リュック系しか持ってないで。これめっちゃいいリュック。ああ、めっちゃ綺麗やん。これ実はあの、あ、兄貴もらったやつなんですよ。ああ、すいません。お兄さん、すいません。これ、もう、芸人のちゃめっ気ですよね。許しちゃってください。トートはちょっとパソコンとか入れづらくない？あー、どうなんでしょうね。嬉しい。リックはこれがあるから。はいはい。トートはトートにする？いやでもなんかもう、そうやって考えてもらうだけで、宮迫さんにですよ。そうやってなんか。じゃあ俺の趣味でトートバッグを買いますわ。わかりました。宮迫さん、嬉しい。あの、ボッティガの可愛いトートとか持ってるから。え？違う違う、ちゃんと買うから。いや、そうだ、そのレベルのが来るよ、多分これはもう。なんか本当に嬉しい。俺のセンスって こんなことなんで、これ。これはね、可愛い。これはマジで可愛い。これはマジで可愛いやつ。伝説のブランド。こういうオフホワイト。俺が初めて買ったオフホワイト、これ。だから、なんか考えますよ。うわ、嬉しい。トートバッグにしようか。俺のさんも、一回帰ったのに、すいません。ええ、お祝いします。お願いしますちょっと俺罪兄弟にやられてしまういやちょっとこれはねちょっとしょうがないです。これはちょっとねせっかく一緒にね12時回るんだったらと。うわーいやマジで嬉しいです。でも抱負を聞きたくないですか？抱負はいはい、OK。 抱負30歳ですよ。だってやな、先月今年の抱負とかやったばっかり。でも30歳になった、はい、自分の抱負をちょっと。まあ僕は30の時はあれですけど、お前が言うんかい。まあそうですね、はい、どうぞ。30、もうさ、自分が30っていうのはまだ信じられないんですけど、まあ、どうだろうな。
この一年は、まあ、より、宮迫チャンネルの、まあ、錦ダイエットとして、なんかまあ、子でもね、活躍していけるような。はい。はい。見たことある人が、あ、宮迫チャンネルの人だったんだ、みたいな。あ、いいね。はい。逆に、相乗効果で。相乗効果で、まあ、お役に立てるような感じの活動もできていけたらなと思います。はい。素晴らしい。素晴らしい。ありがとうございます。みそこさん、30歳のスタッフを抱えることになった意気込みを聞かせてもらってますか、ちょっと。これもね、30歳という節目を迎えたイケメンの、お前殺したろぜひ意気込みを聞きたいなと思って、ちょっと。意気込み聞くボケもええねん。めんどくさい。またこうやって俺が言うてたら、また見てる人が、な、またカメラマンに、すごい恫喝してたみたいな。あったぞ、コメント欄。いや、でも、今日のコメントには、つつみくんやばいみたいな。あそこで意気込み聞くのやばいってコメントもいただいてます。どうにかならないかな、この人って言われて。勘弁してください。いやでこれでね、はい、またチーム一団となって、はい、チーム一丸となって、すみません、はい、一団って言っちゃった。早くうまく締めろよ、僕は。はい、ありがとう、頑張ろうね。頑張ります。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。今年もよろしく。はい、それは新年の挨拶。30歳になった僕をよろしくお願いします。はい。はい、締めろよ。あ、はい。チャンネル登録並び高評価、よろしくお願いします。そう、いや、その締めじゃない。何ですか、何ですか、何ですか。何やねん、お前は。30歳。もうというわけで、はい、有田君30歳改めておめでとうございます。ありがとうございます。チーム一丸となって頑張りますので、皆さんチャンネル登録並び高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。とかってやんねん。なるほど。難しいな。難しくないわ。はい、ありがとうございました。切ります。どうも、浦迫です。まあ、今日はね、いろいろちょっとビッグ対談もあり、それが終わりながら、まあ、昨日からね、もうね、まあ、仕事終わりにちょっと六本木ヒルズですかにある店全部回ったかな。で、そっからちょっともうさらに歩いて、結局書いたものがなくて、それで今日もちょっと撮影終わりで、はい、表参道に近い場所で撮影してたので、その撮影場所からまた表参道までまた歩いて、はい、もう膝ボロボロですよ。ヒルズまたぎ、ヒルズまたぎで表参道ヒルズとかいろいろ歩き、もうね、携帯で見たらね、1万歩超えてましたよ。すごい。健康的。はい。健康のために歩いたんじゃないんですよ。何のために歩いたんですか。やっぱ人は生まれ出てきて、一年に一回その生まれ入れて、もうなんやこれ。気づきました。うん。まあ人間生まれた年って、生まれた時ってのはやっぱお祝いをするべきだなと。で、まあまあいろいろお祝いをするべきなんですけども、やっぱ10歳、20歳、10年周期ってやっぱりちゃんとお祝いするべきだと思うんです、うん、節目ですね。そして綾人が、おうちのチーム綾人が、はい、30歳という節目。30ってなかなか、まあ20歳もすごいけど、30ってなかなかね、節目として大きい節目なので、ちょっとね、堤ブラザーズは、靴と靴ですね。靴か。ピカチュウの靴を。ピカチュウの靴をあげたんでね。ほんまはその時にあげたかったけど、つつみブラザーズの暴走で一緒にやるはずやったことが全然できなくて、その時は俺は変えてなかったので、はい、歩いてね、買ってきましたよ、ちょっと待って。マジっすか。そういうこと。ちょっとあえてこっち来て。むちゃくちゃ悩んで、むちゃくちゃ歩いて、これマジでむちゃくちゃ歩いたからな。マジっすか、僕のために。はい、これね。マルニ、マルニ、マルニ、マーニ、マルニ、マルニ。これも今若い、いや、まあ、特に女性ですけど、すごい流行ってるブランド。今ちょっと開けてみて。
ゆうさこさんが僕のために練り歩いて、しかも今日大雨途中で降ったからな。降りましたね。びっしょびしょになりながら俺買ってきたよ。ありがとうございます。え、開けていいんですか。じゃあ開けて開けて。え、やった。開けてみ。うわ、めっちゃいい誕生日マジで。今年今俺まあいろいろ聞いてすごい人気があるというの。へえ。あれ2つ、2つあります。えー、いいな。えー、マジか。おしゃれ。何を見ておしゃれって言ったのよ。いや、これがおしゃれ。ああ、それかな。2つある。まず大きい方で。はい。なんだこれ。大きいのから開けましょう。これはね、これはいいですよ。ポーター。ポーター、ま、マルニとポーターのダブルネームです。おお。かわいくない。かわいい。かわいい。え、すげえ。おしゃれ。うわぁ。ほんでこれ、あの、リックになりますから。マジっすか。あ、ほんまや。おしゃれ。え、めっちゃかわいいんだけど。ちょっと見せてください。本当だ。ちょっと、ああ、本当だ。これ可愛くない。うわー、これめっちゃいい。これパラシュート の, あの素材と同じなんだって。で、丈夫なんです。すげえ。わ、中もサイドポケットあってめっちゃいいですね。いいでしょう。で、あのこれ店員さんに説明されましたけども、はい、あの伸ばすときは、ここを外していただいて、はい、これで飲みますので。なるほど。ほんで、あのちょっととこれぐらい長めに使ってくださいって、はい、あの短いとこのこれが折れちゃうんで。ああ、なるほど。っていうのをおっしゃってました。うわ、素敵。これ可愛いでしょ。パソコンも入るし、これプライベートでめっちゃ使えますね。プライベート以外何があんねん。仕事でも使えるね。パソコン入るしね。まあまあまあ、あの色合いもあやとに合いますね。黄色とかあやと合いそう。うわ、これ嬉しい。セタローテミ、セタローテ。ああ、かわいい。ああ、かわいい。いいじゃない、いいじゃない。かわいい、かわいい。これかわいい。はい、嬉しい。ね。これ。ダブルネームですから。めっちゃ使おう。ポーター好きなんですよ、僕。あ、そうなの。うん、ちょうどよかった。本当に、え、なんでしてたんですか。え、知らんよ。偶然。パッと見たら、あの、ポーターのダブルネーム。あの、マルニだけのやつって、すごい華奢な、なんか、はいはいはい、わかるかな。へー。パソコンとか入れづらいなっていうのが。だったんで、めっちゃ気持ちいい。肌感がパラシュートとかも大事。すごい、ありがとうございます。もう一回。え、こんな2つももらえるんですか。あ、これが、これもマルニ。こっちのが、あの、全然あのこっちのがすごいいいやつ。本命ってことですか。これよりもいいってことですか。あの、これが2つ買えます、これ。はい、こっちがん、こっちかわいいね。汚い財布持ってたらお前。うわー、めっちゃ、もうめっちゃかわいい。めっちゃかわいくない。これはもう、え、これめっちゃ、これめっちゃかわいくない。かわいいし。僕5年ぐらい同じ財布使ったんですよ。そうやろ、あれ汚い財布使ってたの。うわ、めっちゃ入る。これめっちゃかわいくない。めっちゃかわいくない。これかわいいな。なあ、かわいい。あ、これ、うわ、かわいい。僕コーンめっちゃ好きなんですよ。こういうなんかデザインの中にコーンが入ってるやつめっちゃ好きなんですよね。うわ、めっちゃいい。これいいでしょ。うわ、うわ、これかわいいでしょ。これほんまに嬉しい。まあ、この人たちもちょっとね、いつも頑張ってくれてますので。いや、はい、僕あの去年の誕生日覚えてます。え、あのん、トドロキさんのロケ日、うん、Y4 ジムで。Y4 ジムで、橋本里奈ちゃんと。そう、復活するよっていう日が僕の誕生日だったの、去年。ああ、そうか。で、それって僕がチームに合流して多分1週間とか2週間ぐらいだったんですよね。ほう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 。だからなんかもう、チームにはあんま馴染めてなかったし、うんうんうん、で、あの、僕今日誕生日なんですよって一応まあ2月14日だったんで、とどろきさんのとこ行ったんですけど、なんかもうみんなからおめでとうって言われただけだったんですよ、去年の誕生日。なるほどな、はい、まあまあまあ、それはタイミング的にね、ちょっとね。ああ、なるほどな。そのイメージがあって、まあ今年もまあまあまあ、まあ、あ、そんな感じなのかなって思いつつもだったんですけど、もうこんな風にちゃんと、それはもういただけて。もう完全なファミリーなんだから。めっちゃ嬉しいわ。本当に嬉しいです。ありがとうございます。めっちゃ大事にします、これ。使って。うわ、めちゃくちゃ歩いたから家で飾ろう。いや、近い。あ、また言いそうになった。
NG の名前になるの誕生日なのに。あかん、減るから。あいつの名前出したら減るから。今完全に引き出そうとしてました。あかん、引き出したらあかんねん。うわ、本当にありがとうございます。はい、33おめでとう。ありがとうございます。今後ともね、はい、よろしくお願いします。めちゃくちゃ大事にします。頑張ってね。ありがとうございます。頑張ります。はい。うわー。ということでね。めっちゃ歩いてん。それで、あ、それで今日買い物行くって言ったんですよ、また土砂降りになってブーワーって降ってきて、もう傘がで風もすごかったから傘が一旦バーンと裏返すなってやってチラッと見たらネギシがあったから、ネギシ入ろうと思ってネギシのカウンターでトリプルセットを頼みました。牛ロース、豚ロース、豚の旨辛焼きっていうか、牛タンは思ったんです。ネギシで牛タン食ってますか。そうなんです、ね、いや牛タンと思ったらネギシの牛タンなんかも食べたことがある。美味しいですよね。美味しいですよ。でも知ってますから、知ってますけど、トリプルセ、お前トリプルでさ3種類入って1000円やで。いやそこに牛タン入ってないのはないでしょ。高いね、牛タンのやつ見たら牛タンの3種類か4種類のやつ2000いくらしてんの。高っ思って1000円やで。美味しいんすか。うまい。あ、めっちゃ当たりやと思って。え、でも牛タン食べたいと思って入ったんですよね。スネギシやからね。え、そしてよう我慢できましたね。いや悩んで、でも牛タンの味知ってるから、はい、うまいのは知ってるし、これトリプルな、トリプル一番上に来てたから1000円ってなんやねんところと思って。それすごいっすね。でその1000円のトリプルを食べてるところに、はい、あの若い人たちが写真いいですかって言われて、一瞬あのえってもう50のおっさんが一人で一応まあまあ芸能人やらせてもらってた俺が根岸の一番端のカウンターで一人で1000円の定食を食べてるところを、あの夢を持ってこれから生きていこうとしてる若者たちに夢なくなるわってそう思われるはって思って贅沢してると思われてるやろうからはって。いいよっていう写真を撮らせてもらいましたけども、絶対後で言われてんねやろなって、なんか夢ねえよな宮迫なんか1000円の定食食ってたよって言われてんのかなとか思いながらっていうな。あ、ごめんなさいっていう動画でした、はい、っていう動画でした、はい、皆さんもぜひ根岸に行ってください、はい、違う根岸の話じゃねえ根岸も行ってください、ぜひ、はい、もちろん根岸も行ってくださいそしてあの、はい、ね、30歳になった綾人君もこれからも応援してあげてください。よろしくお願いします。おめでとう、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。